がたびたび報じられている2人。今日発売の3つの週刊誌にラブラブデートが同時掲載されており、人目をはばからず連日のように一緒にいると報じられています。半同棲状態とも言われている2人ですが、果たして真相は。はい、こんにちは。まずは、順調交際が報じられている東出昌大さんと杏さんなんですけれども、立て続けに、ね、各紙で激写されております。こちらです。本日発売の女性自身週刊女性フラッシュ3紙が2人の姿を捉えていると。すごいですね。追いかけ回されているというお二人なんですけれども、3紙とも同じようにこちら2人は半同棲状態だと報じているんですね。ね、頻繁に目撃されてますからね。はい、そしてどんな場所でも、堂々のツーショット、東出さんがアンさんの肩に手を回す姿もということで、実際に見ていただきましょうか。はい、こちらです。ちょっとイラスト加工させていただいておりますけれども、3紙に、ね、いずれもこのような具体的なお写真が載っているんですが、まず女性自身ですね、イベント会場に現れた2人がかなり食べまくり、これが6月8日の日曜日、代々木公園ですよ。たくさん、エコライフというイベントをやっていて、お客さん、一般の方もたくさんいる中で、こういう姿、特に大きな変装もなくということで、着替えてたりとかっていうことですから、
もうそこにも洋服が置いてかなりの枚数置いてらっしゃるの、はい、ということが言えて服装必ずチェックされてますよね。季節の変わり目だったね。夏物とか冬物とか両方あったら長い期間こんなとか声どうしました今日お姉さんに聞くんですびっくりしたお姉さんに聞くんですそれもよろしくこういう様子からも半強制状態裏付けられているということなんですが、週刊女性の記者さんがお二人を直撃しています。するとちょっと意外なリアクションなんですけれども、こちら、はい、東出さんちょっとイメージと違う、まあ、文字で読むとね、はい、きつく見えるんですが、まあ、うわめんどくせえと、まあ、ついこう感想が出てしまったのかもしれないですが、週刊誌うわめんどくせえって言うとは思えないんですけれども、あ、小声でちょっと言ったから聞こえてしまったのかわからないですけど、文字だけ読むとね、東出さんの性格とかなんか今までの様子から見るとどちらですかみたいなね、感じをうわめんどくせえっていうのと、うわめんどくせえなっていうのは全然違うよね。活字になると本当にイメージって変わっちゃうから、そうですね、特に直書きって結構びっくりするから冷静な対応ができない時ってあるんですよ。はい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 、はい、やっぱりさすがね。なんか時間がこもってる、ね、ちゃんとお話ししてもやっぱりちょっとこうあれされてる時もあったりとか、そう文字になるときつい印象になっちゃったりとか、うん、あるから、タレクさん的にはどんなイメージに書くんですか。めんどくせーって思ったことないけど怖いなっていうか、びっくりした、うん、そういう、それでその時の顔って絶対険しくなっちゃうじゃないですか、うん、そういうのもあると思う。なるほど、ゆうちゃんその大阪の方、まあ、そちらからちゃうもんね今行くと聞きたくなるよね。まあまあこういう反応だったと、はい、まあ、ちょっと面食らったようですこともあるのかなと思うんですが、アンさんはこちら、吸い下がる記者に何もお話することはありませんと結構強い口調でおっしゃったの。これも字で見るとね、はい、そうですけど、で、まあ、こういうふうに東出さんが言った後に、じゃあお名刺いただけますかってアンさんがその場で記者さんに名刺をいただいて、ね、はい、いただいて東出さんが少し前の方を歩いていったので、そこをこうワンちゃんと一緒に追いかけていって、で東出さんはそのままタクシーでどちらかへっていうようなところが、まあ、一部始終ということで報じられてはいるんですけれども、そこで記者さんが、え、アンさん黙ったままですかっていう風に言われて、走っていってしまうアンさんを見て、黙ったままですかって言ったら、立ち止まってくるりと振り返って、何もお話しすることはありませんって言って去っていったということなんですね。まあ、でもお写真は全然撮られても構わないというような体制でしたからね、あえてコメントはなさらなかったということなんですが、芸能プロ関係者によりますと、こちら野田さん関係者によりますと、親しい友人たちには近いうちに結婚するとも話しているそうですと。木本さんにもそうですか。いえ親しい中に入ってないんでしょうね。ぬかどこの中でぬかどこの中ですけれどもね、ぬかどこの仲間ですけどね、仲間ですけれどもね、アンさんの方もその朝のドラマから今のドラマも、ずっと高視聴率ということで大忙しなんですけれども、7月くんのドラマの連続ドラマは入れてないというところなんですね。ただ東出さんもずっとこうお忙しくて映画の撮影があったりということで、まあ、実は現在も別の映画の撮影6月いっぱいあるんですけれども、そういう忙しい中で束の間のデートっていうところだったりとかするんでしょうけれども、それを立て続けに三振に取られちゃうという、そうですね、まあ、注目されてるということなんでしょうね。でまあまあ、お正月東出さんの実家に来て泊まって一緒におせちを食べたじゃないですか。そういうふうにご両親にはね紹介済みということもあるので、やっぱりそうするとタイミング的にはこの今とか、まあ、大河が始まる前とかそういうタイミングでちょっと結婚近いうちっていう話が出てくるんです、ね、そういうお仕事のタイミングもあるといえそうですね、まあ、本当にゴールインまで秒読みとずっと伝えられているお二人なんですが、お二人も朝ドラの、ね、夫婦役がきっかけで交際と言われていますが、そういうきっかけで交際した恋愛うまくいくのかどうかを正解企画で振り返ってみ